はい、そしたらやっていきましょう。どうも、山の会議室、山野です。お願いします。本日はですね、その薬、皆さんが思ってる薬とちゃいますせっていうようなお話をしていこうかなと思います。具体的に言うと、痛み止めの話に、焦点を絞ってやっていこうと思うんですね。っていうのはね、最近またほら何やったっけ、ワクチンか、コロナワクチンの、3回目の接種が、ぼちぼちこうね始まってきてます。私もなんか自治体から、案内が来てるので、3回目また受けに行かなあかんのかな、めんどくせえなとかも思いながら手続きをしようとしてるところですけれども、まあもうぼちぼちね始まってますよ。はい。でそれに伴ってまたね痛み止めの、売れ方がまたちょっとこうキュッとこうね上がってきてたりするので、まあ、ちょっとねその話をしていこうかなと思うんですよ。っていうのはね、なんていうのかな、じゃあ分かりやすい例から先に行こうか。じゃあ皆さんね、じゃあイブが欲しいと、イブ買おうと思った時にね、まあこれもう店から余ってるから箱持ってきましたけど、これね、はい、イブね、これ買いますやん。ね。じゃあこれやなしに、ちょっと今回副反応前回強めに出てきつかったから、イブのもっとええやつ、もっと効くやつ買おうと思って、これを買おうとしはる方がいらっしゃるんですよ。はい。これね、違うと思います。違うと思いますよね。はい。この二つ、一緒です。ほぼ一緒です。はい。効き目は一緒です。はい。最終的な効き目は一緒なんですね。何が違うかっていうと、文字通り、イブクイックなので、こっちの方が、はよ効きますせっていう商品なんですよ。そういう違いなだけなんです。最終的な鎮痛効果は一緒です。はい。一緒やな。うん、一緒です。はい。一緒なんで、うん、一緒やな。うん、一緒。何が違うかっていうと、もう酸化マグネシウム、が足されてるだけなんですよね。だから、皆さんが思ってる、イブの上位互換ではないんですよ。イブの上位互換って、もう一個ここに、あれ商品ないんですけど、イブ DX っていうのがあります。それやと、イブプロフェンの量が、解熱鎮痛の成分が多いから、イブのええやつが欲しい、もっと効くやつが欲しいと思わはる方は、これやなしに、そっちのイブ DX っていうのを買わなきゃいけないんですよ。はい。そういう話です。はい。だから、なんちゅうのかな、そういう紛らわしい薬が世の中には結構あるんですよ。でね、その中においても特にじゃあ解熱鎮痛剤で紛らわしいのって何なのっていう話をすると、まあもうね、中の人はもう絶対話するんやろなっていうことを頭の中に描いてはるらっしゃるでしょうけど、何の話をするかというと、これです。はい。バファリンですね。はい。解熱鎮痛剤の、その世界において、もうバファリンほど紛らわしいし、ややこしいもんないです。はい。その話をしますね。はい。じゃあ、さっきの話になぞらえて言うんであれば、じゃあ今回ね、いつもこのバファリンを飲んでるけれども、副反応前回強く出ちゃったから、バファリンのええやつ買おうと。バファリンのもっと効くやつ買おうって思う方いらっしゃいますよね。はい。その時におそらく手に取られることがあると思うが、これやと思うんですよ。バファリンプレミアム。ね。はい。まあそんな感じしますよね。バファリンにしかもプレミアムでついてるんやもん。絶対効くに決まってるやん。バファリンよりめっちゃ効くんでしょって思うやないですか。ね。違うんですよとも言えないんですけど、この薬2つ全く別物です。はい。パッケージがバファリンっていうだけで、同じバファリンっていうだけで、中に入ってるお薬、全く別物なんですよね。どっちかといえばですよ。どっちかといえばね、専門家の方細かいことごちゃごちゃ言わんといてね。どっちかといえば、この二つの方が似てます。はい。でも意味わかんないでしょ。っていうのはね、まず、この普通の一般的なバファリンの成分っていうのは、アスピリンって言って、まあ、アセチルサリチル酸とかも言うんですけども、それが主成分なんですよ。うん、比較的解熱鎮痛の効果が高い、海外では、一番超メジャーな成分です。日本では、ロキソニンが一番有名やったりするし、重宝されますけど、海外では、こっちのアスピリンの方が、超メジャーですよ。海外で、ロキソニンなんか言ったって、何言ってんのこいつみたいな顔されますからね。はい。で、そういう薬なんですね。皆さんがいつも飲んでるやつ。で、こっち何かっていうと、ね、メインの成分は、アスピリンではなく、イブプロフェンなんです。はい。なんで、これとほぼ一緒だよっていう話をしてます。はい。なんで、側がバファリンなだけで、中身はほぼイブみたいなもんなんです。はい。イブプロフェンとアセトアミノフェンっていうのが入っていて、まあ、アセトアミノフェンってね、副反応のあれで有名になりましたけど、
それが入ってるんですよ。それプラス、錠剤を早くこう溶かすような処方がされていて、プラスもうちょっとだけ別の鎮痛成分が入っているから、プレミアム処方だよね、みたいなことが書いてあるわけです。はい。そういう意味でのプレミアムです。だから、バファリンのまんま成分の上位互換ではないよっていうことなんですよね。これ結構ね、勘違いしてらっしゃる方がいるし、勘違いしても無理がないパッケージやし、そういう名前やと思います。これちょっとね、私はね、名前もうちょっと考えた方がいいんじゃねえのっていう風にバファリンに対して思いますよ。はい。でね、似たような話で言うとね、ここにもう一個あります。バファリンルナってありますね。バファリンってほんまにいろんな種類あるんですよ。でね、このバファリンルナでね、勘違いしてらっしゃる人がいるのが、これとね、普段飲んでるバファリンの全く同じやつで女性版にパッケージ変えただけでしょみたいな風に思ってらっしゃる方もいるんですよ。はい。もうなんとなくわかりますよね。違うんですよ。全く別物なんですね。はい。さっき言いました。こっちメインの成分、アスピリンですね。で、こっちのメインの成分は、またまたイブプロフェンです。はい。それとプラスアセトアミノフェンですね。はい。で、あとカフェインと、あとアルミニウムか。なんで、早く溶けるよね。で、あと、この特徴の一つとして、女性が飲むように、女性が飲むことを想定して、ちょっと錠剤がちっちゃくなってます。はい。そういう意味で、生理痛とかにね、使ってね、みたいな、そういう薬なんですよ。はい。だから、このバファリンに関しては、もう、この、なんていうの?この3つ?この3つね。この3つ全部別です。全部違います。はい。そういうことなので、バファリンって、パッケージにバファリンって書いてあったとしても、中身が全然違うので、それをちゃんとご理解いただいた上で買ってもらわないと、思ってたんとちゃう薬を買ってしまうというようなことにつながるので、注意してほしいというような、動画ですね。はい。もう一個ね、なんかね、バファリン、何やったっけ?もう忘れちゃった。なんかほんまにね、バファリンってね、いっぱいあるんですよ。バファリン、小児用バファリンとかもあるし、いっぱいあるので、バファリンライトか、そんなんもあるから、本当にバファリンを買うときは、よく見るか、ね、中身を見るか、我々の登録販売者、あるいは薬剤師さんとかに聞いて、私やったら、自分の場合は、どのバファリンを買うのがいいと思いますかって言うてもろたら、いくらでも、相談乗らせてもらいますんで、はい、っていうお話ですね。はい。で、そんなバファリンなんですが、飲んじゃいけない人っているんですよ。バファリンを、飲んではいけない人っていうのがいます。はい。なので、そういう方が副反応の時に、バファリンを使うと具合が悪くなってしまう可能性がありますから、その話を、ですね、私がやってる、凡人賢者アカデミーの方で、バファリンを飲んではいけない人ということで題して、やってますんで、ぜひですね、今日も、処方箋動画概要欄の方に入れておきますんで、ぜひですね、バファリンをこうしょっちゅう飲んでるとか、あとはこうね、副反応でバファリンを使おうと思ってらっしゃる方っていうのは、ぜひそちらの方から動画をチェックしていただいて参考にしてもらいたいなと思います。はい、ということで本日は、ややこしい薬バファリンということで紹介をしてまいりました。いかがだったでしょうか。この動画お薬になりましたらグッドボタンお願いします。チャンネル登録の会議の参加もぜひお待ちしております。それではまた次の会議でお会いしましょう。解散。